皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウィッチャー3遊んでいきましょう。でただいまのクエスト、古き血脈の子アバラックの研究室がある島へ向かうということでやってきました。でね、場所がねここですね。結構ね分かりにくいんですが、この孤島で周りに何があるかと言いますと、カジキ海岸、あとね何回か前の動画でクリアしたあの亡霊の幽霊のクエストのあった灯台がここで、あとはケンヤトロールドの波止場がここですね。から多分こう来たここですね。でね、これ自分ね、スケリッチに来た時になんかマップを買って、このファストトラベルの標識の場所っていうのをアンロックしたんですけども、それをしてないとこう小舟をね乗り継いでやってくる形になると思います。で早速中へ入っていきましょう。これね、フィリパさんと来た洞窟に非常によく似てるんですけども、あそことはね違ったところです。で暗いので霊薬を使っていくか。猫目の霊薬、これか、猫の目。で1個使って錬金術で作っておきましょう。あ、すでに所持している。これ使い切らないとダメなんだね。入り口の守りが固いわね。中にはさぞかし面白いものがありそうだな。どうやって障壁を？アタランケルクの力が使えそうね。呪文は覚えてる？あなたに教わった呪文ね。あの時は怒りっぽい冷たい人だと思ってたな。あらあら、思い出話はまた今度ね。これね、ちゃんとこう前を通ると視線がゲラルトに向くんですね。ユネファーと話す。それで証拠は見つかったか？クローゼットの中の死体は？まだ扉も開けてないの。高度な魔法障壁よ。任せて。リアターライゲン。中に何かが隠されてる。ゴーレム28レベル、クエンだね。待って、シリさんワープすんのいいけど切って。よしと。そしたら中に入っていきましょう。ウィッチャーの感覚を使ってアバラクの研究室を探索する。いい部屋だな。あまり研究室らしくない。油断しないで、よく調べるのよ。面倒じゃない？文章を片っ端から掘り起こすなんて。あなたが来たいって言ったのよ。シリの肖像画みたいだな。私じゃないわ。傷がないでしょ。いや、お前だ。かなり特徴を捉えてるぞ。興味があるのはお前の魔力だけだと言っていたが本当か？バカじゃないの。シリの似顔絵、普通にうまいですよね。見てゲラルト、くたびれた生皮。なんだ？まるでさっきまで誰かがいたみたい。アバラックは船の上となると助手がいる。アバラックの助手じゃないか？いいえ、あのアバラックが助手を雇うはずないわ。うん、蒸留液か。この匂いはバーベナね。なるほど。なるほど。いや、別に。時々すごくイラつかせるわね。薬草なんて何の証拠にもならんぞ。待って、まだ研究室をすべて調べたわけじゃないわ。
これなんだろう、シリの似顔絵を描いていて、誰かがいた形跡があるってことは、なんかシリの複製みたいなものをね、ホムンクルス的な感じでもしかして作ってたりすんのかな。やつが甘党だとは知らなかった。フルーツ、あとはなんか証拠になりそうなものは。誰かの寝室に入ってしまったような気分だ。女性ものなのか男性ものなのか。ユネバ、なんだこりゃ。古き血脈のアインヘインチェルの家系図だ。ララドレンから始まり、私まで。全体を見るのは初めてよ。エイダーンのビダモントが祖先だなんて思わなかった。娘を焼けた鉄を押し付ける刑に処した人だっけ、それとも父親をのみで目をえぐる刑に処した人。娘を処刑した方ね。すごい、完全なものを見るのは初めてよ。アバラックはララの子孫を途絶えたと思っていた血統まで全て調べていた。本当に調べていただけだと思うか。魔術師ってのはララの子孫がどうしているか観察するだけで満足するような人種じゃないぞ。ララの子孫にエルフの血がどれだけ干渉しているか知る術はない。あなたもそういう研究をしてたの、ゲラルトの言う人間の魔術師みたいに。まさか。やつの書き込みを読んでみよう。やつの書き込みを読んでみよう。それに2世紀もかけたのね。ララの子孫を研究したのは彼が初めてよ。ファルカの、シリのことも書いてあるわ。でも興味深いのはその後よ。シリのような遺伝子の混合体を培養しようとしたんだわ。しかも人間の遺伝子を取り除いて。つまりどういうこと？巨大なガラスの筒に囚われた私の兄弟が見つかるとでも？茶化さないで。アバラクの研究はそこまで進んでないわ。実験は全部失敗だったみたい。あなたはあなたよ。で、ワイルドハントを敵に回したわけね。調査を続けましょう。もっと面白いことが発覚するかも。でも人間の遺伝子を取り除いたってことは人の形をしてないってことでしょう。これがその家系図。さあ、ガサ入れタイム。普通の鏡か。てっきり魔力を秘めたものかと思った。エルフは香水の趣味がいいようだ。誰かいるわ、扉の向こうに。女性。どうやって入ったの？危害を加えるつもりはない。目的は知らないけど、出て行ってよ。あなた、ティルナリアで見たことがある。やるじゃない。人間にはエルフはみんな同じ顔に見えると思ってた。アバラックならここにはいないわよ。分かってる。分かってて来たの？何のために？彼を探るため？あなたがバカなことをするたびに危険に飛び込んで助けた彼をこれ以上どうしたいの？あなたに何が分かるの？あなたのことは彼からとても詳しく聞いているのよ。例えばあなたはララの力を受け継いでいるそうね。彼が何を期待しているかは知らないけど、泥の水たまりから水を飲むようなものよ。でも
彼はそう信じ込むことで仕事に打ち込めたんだわ。仕事？彼が喜んであなたを追い回していたと？私でさえあなたを見ると気分が悪くなるのに。驚いた。あなたみたいなタイプでも人間に優越感を持ってるのね。その子は人間じゃない。混じり合って濁った血の化け物よ。そんな出来損ないを使わなきゃいけないなんて屈辱的だわ。それ以上言ったら。何？何もできないでしょ。その子は自分の役割を果たすだけよ。そうすれば彼も解放される。彼が私を憎んでいるならどうして直接言わなかったの？やつに特別な感情があるのか、もしくは彼女の言ったことを信じたわけじゃないだろう。シリ、さっきの話を真に受けてないだろうな。彼女の話にはその個人的な感情が入ってる。だから何？私のことが嫌いならみんな放っておいてよ。シリ、ケイヤモロヘンの時みたいに私の力が暴走するのが怖い？自分の意志で暴走させられないのが残念なくらい。でね、これはエンディングに関わってきます。やればいい。気が晴れた。もう行きましょう。ヒゲの落書き。研究室の外でシリと会う。すぐ戻らなきゃダメ。他に用があるのか？ヒンダースファルのロフォーテンに行きたい。前にスヒャールって男の人が。何？シリ、スヒャールは亡くなった。ワイルドハントがやったのね。
生き残った人は？その後の話。本当に彼なの？会ったの？その場にいたわ。遺体も見た。一緒にお墓に行ってくれる？せめてお別れを言いたいので、この選択肢でもポイントがね、変わってきます。一緒に行こう。一緒に行こう。ありがとう。ヒンダースファルへの門は開ける？ええ。行くとしよう。早めに戻ってくるのよ。ねえ、じゃあね。そう、この選択肢は死にのことを何ていうのかな、信頼するような選択を選ぶと、こうね、どんどんポイントが加算されるっていう仕組みになってますね。比較的新しい墓のはずだ。来てくれてよかった。墓地は本当に嫌いなの。一人で追いつくのは特にね。一緒に探そう。一緒に見て回ろう。行こう。ニオルドの息子ラッセ、オーブの息子オラフ、トロットニルの娘インゲ。そんな名前がない。スヒャールの墓石がない。ゲラルト、私彼を埋葬するまでは行かない。ねえ、遺体はどうなったのかな。仮装にはしていない。王と英雄の特権だからな。あのまま庭園に放置したとも思えんが、うん、なんてこと。どうした？村の向こうに大穴がある。病気で死んだ羊をそこに捨てるの。夜のうちにカニが骨だけ残して食べ尽くすのよ。スヒャール、彼は過去にイェネファーがね、無理やり魔法で死体を動かして、で、情報を引き出したおじさんですね。何してるの？あなたたちがやらなかったことよ。彼を埋葬してるの。臆病者を長老たちの命令に背くつもりか。立ち去れ。ここから出て行け。掟を破るなど。そうあめくな。もう一つ墓が必要になるぞ。当然の報いなのに。臆病者の墓は穴で十分だ。スヒャールはみんなを救ったのよ。ワイルドハントは私を追っていた。彼が私を連れ出してなかったら、ロフォーテンは今頃廃よ。なぜ亡霊どもがあんたみたいな小娘を。私はただの小娘じゃない。それからこの墓に触れたら、誰だろうと痛みを見ることになるよ。誰も触るものか。神聖な墓を荒らすなど。長老たちの教えでは、墓荒らしは敵前逃亡よりも重罪だ。あんたが真実を語っているかどうかは分からん。スヒャールの裁きは神にお任せする。どれほどショックだったか、わからないでしょ。もう彼の名を怪我したりはしないだろう。行こう。小舟に戻るぞ。うん。
これでそろそろこのクエストは終わりかな。で、戦闘準備。準備が整ったことをアバラ君に知らせる。私たちは母なるクラヤ様を信じる。研究室を見せてもらったわ。そもそもなぜ死ぬ？言ってくれれば見せた。古き血脈の遺伝子を使った実験の解説もしてくれた。そうは思えないわ。エレディンに対抗できるものは何も隠していない。古き血脈を持つシリが特別な存在であることは明白だ。私はより詳しく知りたいだけだ。あの子のことしか考えられないんでしょう。私がと。なんだゲラルト。たくさんありますね。お前の研究室に行ってきた。お前の研究室に行ってきた。荒らしてないだろうな。シリの能力に関してはアインエルでも右に出る者がいないらしいな。自分のことは語らない主義だ。まあ、あの研究は用済みだ。古き血脈の遺伝子を使った実験ももうやめたのか。シリを守るために打ち込んだ研究だ。ララドレンの血を継いだものなら誰でもいいから守りたかった。なるほど。今度はララ自身を手に入れようとしているのか。野望の果てがそれなのか。ララは死んだ。今はシリが彼女の望み通り生き延びてほしい。太陽の石を使った後、エレディンが状況を察知しないと思う根拠は。シロの艦隊が突然会いたがり始めたとは思うまい。太陽の石が発する信号は変えられる。エレディンに発信元がバレることはないだろう。同じ力を持つ異物はいくつかある。他にもあるのか。そりゃいい。ならどうしてスキリッジ中を探し回る必要があったんだ。太陽の石が一番見つけやすかったからだ。多いな。かつてお前はシリを監禁したが、今は逆に同胞に敵対してまでシリを守っている。大したもんだ。第一に監禁してはいない。彼女が私を見つけた。運命だった。ああそうか。では次の質問だ。なぜシリに力を貸す。危険だからだ。命に関わるほどにね。貴様にとって彼女は人間であり、守るべきものであり、娘だ。私にとって彼女は古き血脈だ。世界を破壊できる力。悪しきエレディンの手に決して委ねてはならない力。確かに我々の動機は異なる。だが目的は共通している。私を信用するか、せめてそう努力するのが賢明だ。カランシールについて教えてくれ。カランシールについて詳しく教えてくれ。親しいのか。私が彼を作った。育てたというのか。違う、ゲラルト。我が研究の賜物だ。数世紀にわたり私は特定の能力を示すエルフたちを多く集めた。時空を操れる者たちを。いわば彼はその集大成だ。輝かしき子、カランシール。歪んだ心を持ってしまったがね。アインエレの世界は実に魅力的だな。一目惚れしそうだ。教えてくれ。お前たちはのんびりとフルートを吹き、絶景の中でユニコーンを描き、壮麗な塔を建て、そして動揺も罪悪感のかけらもなく人間を殺す。その理由は。人間はアインシーでのエルフを殺すときに罪悪感を抱くか。ドワーフやドリアーフ同じことだ。両者とも自らが他者より優れていると確信している。じきにシリにはお前の助けが不要になりそうだな。貴様のもな。そうだな。シリは自由になり、俺はそれを応援する。お前はどうだ。シリのしたいようにさせられるか。私は何も強制するつもりはない。マルガリータの容態は。組織の再生を加速させることに成功した。
もう大丈夫だ。エレディンを連れてくるなら早い方がいいだろう。でないと女魔術師たちが仲間割れを始めるぞ。さあこれで準備は整った。これでアンドビクに行ける。太陽の石を見つけた。白の艦隊のギールバンがディリアンに送った宝か。彼女はそれを使わず、ギールバンは涙したという。エルディンはすぐに動き出すぞ。全ての準備が整ったようだな。忘れるな、一度やるとなったらもう後には引けないぞ。これでクエスト開始かな。準備はできた。出航の時だ。アンドビクが待ってる。よし行こう。皆は崖の上で配置につく。ここ、ここ、そして魔法陣の作り方ぐらい分かってるわよ。目の見えないものですらね。私はただ万全を期したいだけで、ゲラルト待っていたぞ。それは嬉しいね。話の続きを聞かせてくれ。やることは単純だ。遂行は容易ではないが、太陽の石を発動させる。カランシールが呼びかけに応えればナグルファーが入江に現れる。帝国艦隊がカイロの逃げ道を塞ぎ、女魔術師会は船がアインエレの世界に戻るのを阻止する。そこでバルアトレ公爵率いる第7イムラッツ歩兵連隊が乗り込む。当然お前とな。お前はどこにいるんだ。待機する。何かあれば対応する。まるで将軍気取りだな。合図には角笛を使うのか、それとも使者を飛ばすのか。絶妙な皮肉だな。私が何かしたか、私が何か隠しているとでも思うのか。はいはい、皆さん、口を動かすよりも手足を動かして。同志たち、崖を登るわよ。気をつけてね。一つ重要なことを忘れてる。シリはどうするんだ。ジルエアエルは待機する。ナグルファーから離れてな。賢明だか、もしくはシリの考えではなさそうだ。察するにお前の考えじゃないな。ええ、もちろん私は一緒に行きたいと思ってた。それは禁じる。あまりに危険すぎる。お前に指図する権利はない。面白い。ジルエアエルも同じことを言った。もっと大声でな。この返しがね、またうまいですよね。私にはその権利があるんだ。太陽の石を発動させられるのは私だけだ。従わないならこちらも何もしない。ジルエアエルはそれ以上反論しなかった。貴様もきっと同意するはずだ。そう言われては仕方がない。陸に留まると誓うか。選択肢があるの。どこへ行く。散歩よ。それとも禁止されてるの？足を折るかもしれないから。なるほど、これが古き血脈か。シリに何かをするなというのは逆効果だ。経験から言わせてもらえば、結局シリは自分のしたいようにする。ならば祈ろう。何だって？何でもない。時間がない。何かやり残したことがあるなら、薬の調合であれ何であれ急いでくれ。やるなら今だ。
私は小舟のところで兵士たちと待っている。戦闘準備。イエネファ、なぜここに？あなたに会いに来たの。何か起きたのか？まだよ。でもきっと何かが起こる。私たちがこの戦いを生き延びる可能性は低いわ。心配する中、大変なことになるかもしれない。慌てないでくれ。俺たちはエレディンとワイルドハントと正面からぶつかり合う。ソドンのような結末を迎えることになるかもしれない。ソドンよりひどい状況なんてありえないわ。聞いて、すべてが終わって生き延びることができたら、どこか遠くに行きたい。その時一緒に来てほしいの。どこに？どこでもいい。ポビス、竜の山、ゼリカニアだっていい。政治や策略、いわゆる上流社会からできるだけ離れたいの。ただそうすると、フィリパの狙い通り、ニルフガードのあの皇帝のね、そばには入れなくなる。もちろん行くとも。君とならどこへでも行く。その答えが聞きたかったの。行ってゲラルト、アバラクが待ってる。それと死なないでね、ウィッチャー。今のはおそらくトリスとのラブシーンを見てないから、最終的にこうなんかエネファーとくっつくっていう感じになるのかな。でですね、ここ特になんか全部揃ってるわけではないのか。カジキ海岸で鍛冶屋さんがあって、今クエスト白氷の上でですね、推奨レベル30でね、白氷の上でを含めて確かメインクエスト残り3つぐらいでクリアになるんですね。まあなんで今回はもう本当に、物語大体佳境に入ってきてるという感じになってます。でですね、今回も時間の切りがねちょうどいいので、一旦ここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していてくださると嬉しいです。ではね、また次回ウィッチャー3でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。